こんにちは、鈴木美里です。この動画では明治期から現在までの童謡、小歌、叙情歌、歌謡曲などをご紹介しております。今日は明治42年女性小歌という小歌集に掲載されましたローレライをお送りいたします。この曲はドイツのジルヒャーという方の作曲です。ローレライというのはドイツのライン川の流域にあります。水面から高さが130メートル高いですねの、高さのある岩のことを言います。ちょうどそこのところはこう流れが川幅が狭くなって流れが急になっていて、そして水面下には岩がいっぱいあって、そしてこう急角度で湾曲しているので大変な難所で、昔はとても事故が多かったそうなのです。それで、その岩のところには美しい女の人がいて、その女の人が綺麗な歌を歌っていて、船を操る人を惑わして川に引き込んでしまうという、そのような伝説がありました。その伝説をもとにいろんな、詩人の方が素敵な詩を書いたりしておりまして、そしてその詩に触発されたいろんな方がまたさらにこう歌になったり、あとオペラを作ったりというような、いろんなこの人のインスピレーションをね、かきたてるような題材となっております。そしてこの、ローレライの原詩を書いたのもハインリヒ・ハイネ、素晴らしいこの18世紀19世紀の、詩人ですけれども、この方が書いた詩にこのジルヒャーさんが曲をつけたわけです。このハイネというのはクラシックの中でもシューマンが、詩人の恋という素敵な曲をつけてますし、あとシューベルトの白鳥の歌もハイネの詩ですね。あとメンデルスゾンの歌の翼もそうですし、本当にこのクラシックの歌歌曲、ドイツ歌曲の、詩という意味ではもう忘れてはいけない素晴らしい方なのですけれども、この、明治42年この女性唱歌というのは全25曲でピアノ伴奏付きだったんですね。そして唱歌というのは前お話ししましたように、もともとは国民教育のための音楽教科で、そして文部省によって唱歌集というものが作られましたというお話しいたしましたけれども、やはりその教育的なもののこの教科書というと、どうしてもね、歌がみんなに馴染みがちょっとこう薄いというか、なので民間の方でも唱歌集というものがたくさん明治の終わりぐらいから作られたんですね。そしてこの女性唱歌というのはこの民間の、ものでございまして、その、編集されました一人、近藤逸五郎さんという方、この方ペンネーム近藤作風さんというんですけれども、この方ももう非常に素晴らしい訳詞を作られました。それまでの唱歌、外国のものを持ってきて、そして全くその元の内容とは違う日本語の歌詞をこうつけて、作詞ですね、作詞して、そして唱歌として出していたということから、それでそうではなくって元の歌詞の内容に近いもの、訳詞という考え方が出てきまして、そしてこの近藤作風さんなどがもう先陣を切って素晴らしいたくさんの日本語の訳詞を作られました。このローレライはその一つですね、代表と言ってもいいものだと思います。このローレライはいまだに中学や高校の音楽の教科書にも取り上げられております。そしてこのハイネの原詞も素晴らしい詩なんですね。ドイツの原詞、Ich weiß nicht と始まるんですけれども、 I don't know ということです。それをこの近藤作風さん、なぜかは知らねどというふうに始めるんですね。
昔こう聞き覚えて子どもの頃歌ってた時は何のことやら分かりませんでしたけれども、そのようなこう意味を知ってみるともう私しびれてしまって、もうこれはなかなか日本語の訳詞が本当に素晴らしいので、ドイツの原詞が覚えられなくて、ドイツの原詞よりも日本語で歌いたいなと思うような曲でございます。ではジルヒャー作曲、ハインリヒ・ハイネ原詞、近藤作風訳詞、ローレライです。なぜかは知らねえ、Ooh.